早速ですが、徳島県立三好病院について紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。三好病院と言いましてもですね、なかなかどこにあるのかということをご存じない方も多いかと思います。三好病院はですね、この地図で、ちょっと四国の地図が出ていると思うんですけど、この黄色い丸で書いたところに位置しておりまして、ちょうど四国の、ね、ちょうど真ん中ぐらい位置するかと思います。徳島県で言えば県西部で、西部ですね、西側の方に位置しておりまして、それぞれに県境をまたいだ。ということでですね、高松であったり、徳島であったり、高知県であったり、こういうところも大体1時間圏内になっております。あと松山の方は大体 1.5 時間、1時間半ぐらいですかね、かかる距離になります。あと、こういった県境のところからですね、香川県、高知のところからも患者さんが来られているということになります。これはもう三好病院の周辺の写真になるんですけど、ちょうど山々という形でですね、山間部の中にこう町が開けておりまして、池田町といって、昔こう、ね、甲子園とかで有名になった高校が、ね、あるところなんですけど、横にですね、大きな吉野川が走っております。三好病院の基本理念はですね、誠実で診断される病院となるということを理念にですね、病床数220、常勤医室が27名と指導医14名で診療に当たっております。で病院の特徴としましては、まず一つが救急医療ということになると思います。県西部領域の唯一の救急救命センターということでですね、屋上の方にはヘリポートを有しておりまして、年間大体80件ぐらいの発着がございます。そしてこちらが救急救命センターの入り口、救急車の入り口になりまして、右下の方がですね、初期臨床研修医が救急で働いているところを写真で撮らせていただいております。そしてがん医療ということですけど、フルセットのがん医療が提供できているということです。診断、これ手術ですね。あと、リニアも導入しておりますので、放射線治療も行っております。で当院の最上階にですね、緩和ケア病床を有しておりまして、フルセットのがん医療を提供しているということが特徴になります。昨年ですね、高度先進関節脊椎センターというセンターを開設しておりまして、過去に書いておりも関節疾患、脊椎疾患を中心にですね、手術支援ロボットを導入した手術、ナビゲーションですね、そういうのを使った関節置換手術ですかね、そういうのを積極的に行っております。近隣のところからですね、患者さんの方も来られているという状況になっています。では引き続きですね、初期臨床研修プログラムについてお話しさせていただきます。キャッチコピーはですね、病を通して生を見ると、生活の生と考えていけたらというふうに思っています。ではですね、当院の初期臨床研修医が屋上で写真を撮っております。プログラムの紹介ですが、カリキュラムとしてですね、必須科目、選択科目とこういうふうにあるわけですけど、当院の大きな特徴としてですね、三好病院に限らず選択科目のところでですね、中央病院とか徳島大学病院とか、あと長野県の諏訪中央病院総合診療科とですね、提携しておりまして、そういったところを研修医の先生からのですね、その要求相談の中でですね、フレキシブルにローテーションを組んでいくことができると思います。プログラムのですね、今回特色を3つほど提示させていただきたいと思いますが、まずその一つがですね、総合力ということになると思います。救命救急センターをその大きな中核病院となればですね、やっぱ三次救急がメインになってくるかと思うんですけど、当院の立地的な場所、環境的なところもありまして、3時、2時に限らずですね、ここに1時の患者さんもたくさん来られます。ということからですね、1時、3時だけにこだわらず、1時から3時の総合力が身につくということと、当院はそうしてもですね、山間地ということで、高齢者の患者さんが多いということになるんですけど、やっぱ高齢者の方はですね、なかなか自分から症状を伝えたりとかですね、疾病をですね、たくさん持たれているということでですね、
なかなか緊急性のある疾患をですね、見つけていくのが苦労されるということを経験するかと思いますが、そういったところから幅広い、診断力がついていくというふうに思っております。これが諏訪中央病院の写真なんですけど、こちらでも3ヶ月間研修に行くことができますよということで提示させていただいております。次にですね、プログラム特色2ということで、地域医療マインド、これはですね、これから少子高齢化で高齢者が必ずも増えてきますので、必ず必要になってくるマインドになってくると思います。これどういうことかと言いますとですね、今までだいたい病院はですね、入院して治療ですね、して退院させてっていうところで終わっとったと思うんですけど、これからはですね、やっぱり入院して治療してですね、その退院後の後を見据えたこうマネージメントですかね、そういうのがしていく必要に迫られてくると思います。というのが、やっぱり退院した後ですね、患者さんによってはですね、なかなかもう老老介護の方があったりとか、一人暮らしでですね、なかなか急に悪くなった時にどうしたらいいのかとか、あとまあ入院したことをきっかけにですね、家に帰ることにちょっと不安を覚える方とか、そういう方がたくさん出てきます。そういった時に、やっぱりそういう退院させて、はい、終わりではなくてですね、退院した後の生活を考えた上で、我らがこう、多職種の方とね、相談しながら介入していくということが実践できるということになります。これが一応こう写真ですね、地域のこう、訪問している様子を写真に捉えています。で、あとですね、どうしても遠い、山間部であればですね、市中心部だったら例えば明日来てくださいとか、1週間後来てくださいということも安易に言えると思うんですけど、この山郷からですね、明日来てください、もう一回また取引させてくださいということがなかなか言えないようなケースもありますので、そういった時に、一回入院してですね、ちょっと経過を見るというようなことも必要になることもあります。このようにですね、医療の観点からその人の生活を支えるということから、地域医療マインドが身についていくというふうに思います。こちらが協力提携していただいておりますですね、市立三重病院であったりとか、小児科とか、婦人科です、産婦人科ですかね、そういうところも協力いただいてます、半田病院とか、これ地域の診療所ですね、ところを提示させていただいております。こういったところでも提携して診療して、研修をしていただいております。次、プログラム特色3番目ということで、多彩な研修プランということで、こちらの一例はですね、昨年度終了いたしました研修医のローテートの一つの例を提示させていただいていますが、何度もお話していますように、選択とか、そういうところではですね、当院だけではなくて、県立中央病院、先ほどね、説明会があったと思うんですけど、中央病院であったりとか、徳島大学病院であったりとか、あと県外のね、長野の中央病院ですね、そういうところも研修に、行くことができるということになります。あと院内研修の方もですね、勉強会たくさんしておりまして、職員研究発表会であったりとか、研修データ報告会ですかね。あとグランドカンファレンス、県立3病院あるんですけど、それをモニタリングでつないで勉強会しています。あと救急症例検討会、臨床臨時勉強会とか、スキルアップの勉強会をたくさんしておりますので、そういったところも受講いただきます。とどうしてもですね、田舎ということでですね、これから2年間、ね、生活していくところで、どういう環境なのかということが多分、なかなか想像しにくいと思うので、いくつか写真出しております。こちらがですね、官舎になっておりまして、中がですね、平成28年度にきれいに改修してくれてまして、住んでいくには十分こと足りないかな、こと足りることはないと思います。あと、この右下の方がですね、徒歩2、3分ですかね、スーパーがありまして、ちょっと坂を登っていくんですけど、歩いて8分ぐらいかね、それぐらいのところにこういうショッピングモールがございます。あと、遊びの方もですね、本三大秘境かな、祖谷ですね、祖谷の桂橋であったりとか、川下りで有名な大ボケとかね、そういうところの遊びができたりとか、あと地元の食材を使ったこういった美味しいものもたくさんございますので、ぜひこういう、
勉学とともにこう楽しみの方も楽しんでいただいたらと思います。待遇福利厚生等についてはまだホームページの方詳細書いておりますのでご覧いただけたらと思います。あと病院見学の方もですね随時受け付けておりますので何なりと申し付けてください。最後にですね研修先輩研修医よりということで箇条書きにはなるんですけど医師の数が少なく責任を持って医療に取り組もうと自然に思えると、あと高齢の患者さんが多いということで、まあ、高齢の診察は難しいということを実際実感したようです。あと大学病院や中央病院で自分の好きな科を回れるということで診療科選択の自由度が高い、あと教育で有名な諏訪中央病院で研修ができるということですね。あと医師や研修医の人数が少ない、まあ、これは先ほど研修医はそれをですね逆にピン、メリットと捉えていただいております。あと徳島市街地から離れた環境であるということを言っていただきました。ぜひですね、地域医療ね、不満な困難なところはあるんですけど、そういうところをですねぜひ研修の方と一緒にですね、地域医療を取り組んでいけたらと思っておりますので皆さんよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。